ヤンファンホイエンは、17世紀オランダの画家。ヤンファンホイエンとも表記される。ライデンで生まれ、10歳の頃から、複数の親方画家の下で修行していた。1617年頃、ハールレムに出て、エサイアスファンデ、フェルデの下で、風景画の技法を習ってから才能を花開かせ、30歳の頃には、死の作品と見まがうかのような作品を描くようになった。 彼は作品に自己の署名化モノグラム及び制作年月日を挿入する癖があったために創作年代がはっきりとしている画家の一人である。したがって彼の画風の変化を感じ取ることが容易である。修行時代の彼の絵は強い色彩と分散的な構図が特徴的であるが次第に一定の色調と簡素で統一的な構図を取るように なり、1630年代に入ると金色がかった茶色や淡い緑色を使った単色風景画を描くことが多くなり、後に色調の時代と呼ばれた。さらに水平と垂直の二要素を組み合わせた堅固な構図を用いながら、1640年代から晩年にかけてより強い明暗のコントラストを用いながら表現力に富んだ風景画を描くようになった。 彼の自由で直接な様式と生き生きとした筆遣いに裏打ちされた彼の画風はオランダ風景画の形成に重大な役割を果たしたと考えられている。彼はオランダ国内外を旅行して各地で風景画を描き続けたが1631年に生活の拠点をハーグに移した。彼はここを中心として川の眺め、村と砂丘、そして裁判年の代表作である。 夕べの静けさなどを描いた。彼の名声は高く、1651年には、ハーグの市聴室を飾る市のパノラマ風景画を担当した。しかも、彼は非常に多くの仕事をこなし、現存する絵だけで1000枚以上確認でき、さらにそれに匹敵する巣書きも残されている。失われた絵も含めれば相当な数に上る。にもかかわらず、彼は、 様々な投資を行っては失敗し続けていたため、彼は多くの収入を得ながら貧困に悩まされ、没した時には破産間際であったという。しかも没後に急激に評価を落とし、19世紀末期に再評価されるまで忘れられた画家となっていた。ありがとうございます。